元気よく芸能どうも、オカミです。ガンちゃんです。二人合わせトッポギ侍です。本日の企画はですね、韓国で嫌われている日本の孤島、はい、ということなんですけど、この企画はですね、僕たちの周りに韓国人がたくさんいらっしゃるじゃないですか。で、実際僕たちも韓国で生活してみて思ったことだったり、韓国人からこういうところがちょっと韓国人からしたら嫌われてるんじゃないかなっていうところが見つかったので、うんうん、それを発表したいんですけど、まずね、前提としてちょっと皆様に言いたいのは、うん、嫌われてるって言っても嫌われてるのかな、もしかしたら、もしかしたら、もしかしたら、はてなと思われてるって言えばいいのかな。まあ、がっつり嫌われてることって言いたいわけじゃないので、あらかじめご了承お願いします。僕、日本人が韓国に来てみても、あれちょっと待ってと、うんうんうん、日本に対してちょっとそういう目線でそういう感じがあるのかなって部分もちょっとあったので、はいはい、僕は結構ガツンとぶった切りますか。ぶった切っていこうかなと。行きましょう行きましょう。この動画を最後まで見ていただきますと、韓国人から見た日本がサクッとわかるかもしれませんので、ぜひ最後まで見てください。そらスコー行ってみよう。え、チャンネル登録してくれてないの？お願い。僕、日本人が韓国に来てみて、ちょっとこれもしかして、うん、日本のこと嫌ってませんか？あちゃちゃちゃと。ちょっと感じちゃったんですよ。それをちょっと言いたいんですけれども、うんうん、あのカラオケ行った際に、うん、日本だと、うんうん、まあ、日本の曲はもちろん、最新の韓国の曲 もたくさんあるんです。あるね。ただ、韓国のカラオケ行った場合に、日本の曲がもう全部昔で止まっちゃってるんです。僕たち若手は、うんうん、マカロニ鉛筆歌いてと、はいはい、バックナンバー歌いて、はいはい、何何もない。ないね。もうスマップ、そうだね、XJAPAN、 ミスターチルドレ、いや、いいんだよ、いい歌だけどね、いい歌だけどもちろんいいんだよ、ただ最近の日本の曲も入れてくんないと、もしかしたらこれ嫌われてるから、まあ、確かに最新の曲入れられてないのかなって思っちゃうねって思っちゃうけど、うん、まあ、実際はそうでもなくて、はいはいはい、やっぱ韓国は自分の国の歌がやっぱ先行してるし、うん、めっちゃ人気なんだよね。日本ではさ、結構 K-POP とかがさ流行ってるけどさ、すぐ最新の曲が、韓国はね結構 J-POP が人気とか流行ってるっていうのは、そうだね、そこまで聞いた時がないから、うん、まあなんか韓国語の歌だったりちょっと古めの、うん、まあちょっとオールドなその歌を入れたりとかしてるからだからちょっとあの日本韓国に来て日本の曲を叫びたいって方にはちょっと不便かなっていう、うん、カラオケで叫ぶねカラオケは歌うところですから叫びに行ってるんですか。もちろん僕はすっごい感性持ってるね。でも言うじゃん、いつも一緒に叫んでるじゃん、あなたもな。まあね、あなたもだからちょっとちょっとだけね、日本の曲を歌いたいなって、早く日本に帰って歌いたいなって。何一番歌いたいの？マカロニ鉛筆。おー、いや、よく噛まずに言えました。猫、猫、猫。猫ね。あいみょん、あいみょん。ないね。うん、ない。猫ない。ドライフラワーもない。だから皆さんで知ってるギリギリラインであれば、うん、ポルノグラフィティとか。ああ、そうだね。そういうのはあったって感じかな。うん、そうだね。あとね、僕思ったのが、はいはい、韓国人ってちょっとスケジュールに弱いなって思ってたのそれはなんでかって言ったら、うん、僕たちちょっとね、まあ、家賃交渉でちょっと大家さんっていうか家主さんにちょっとお話をしたいということで、うん、LINE っていうかカカオね、カカオで入れたわけなんですよ、うん、だけどその家主さんがなかなか返信が返ってこないの、うん、でやっと帰ってきたと思ったら、うん、あ忙しいみたいな、うん、あ忙しいんだ、家主さんだし忙しいんだって思ってて、バタって外で会ったの、はいはい、チャンス。でその時に、あ俺ちょっとがめつく行こうと思って、うん、家賃にゃーってパーって言ったの、家賃の話、うん、そしたら知らん忙しいからやめろって言われて、あ韓国人ってちょっとバリバリ文化で、うん、その自分が抱えてるその問題とかを解決すればいいのに、だけどなかなかスケジュールに関してはくどくなんか回して後延ばしにするなと思った。日本人っていついつまでに入れますとか、うん、いついつがちょっと難しいのでいついつに入れますとかっていう交渉してるんだけど、うん、そのいついつとかじゃなくてもう入れろっていう感じだから、分かった分かったから分かったよお前ら。でも俺らってお金のことだからさ、きっちりしたいのよ。そうだね、僕たちはこれぐらいになったらお金が振り込めるので、うんうんうん、このタイミングで入れることが振り込めますって言いたいのに、うねうん、もう入れてくれっていう感じで変な空気になる。目も見てくれなかったぐらい。だから僕は日本が長い分日本の感性を持ってるから、うん、ちょっと家主さんに嫌われてんじゃないかなって思っちゃった瞬間かもしれないね。けどね、この逆のいいところで言ったら、はいはいはい、融通が効くなと思った。なるほどなるほど。僕たちが住んでる家が現金払いでしてほしいらしくて、うん、で実は僕たち現金なかったじゃん。なかったね。だからあの本当にごめんなさい、あの何日の何時までに現金で、うん、あのお渡ししますので、ちょっと支払いをちょっと送らせていいですかって言ったら、うん、あいいよみたいな、その時はいいんかいみたいな、うん、分かる分かる、その時は早いみたいな、分かる分かる分かる、なんかその融通は確かに効くよね。スケジュールを組んじゃあんまり良くないかもしれない。そうだね、うん、まあ、何日先のスケジュールっていうよりかは、うん、その日の場面か、うん、場面で合わせた方がいいのかなと思うかな。こう時間きっちりに関しては他にもさ、韓国の方に言われたことがあって、うん、韓国人と会う約束をしてて、うん、時間を決めたんですよね、うん、で僕たちがそのあらかじめ5分前に
待ってたんだけど、その方遅れてきたんですよ。そうね、俺たちがちょっと遅れてますよって言った瞬間に言ったら、その韓国の方は、うん、わ日本人だ、そんな早く来なくていいよ、確かに日本人って言われて、うん、あこれもかっていう感じがあるから、うん、それからきっちりっていうのがなかなかね、けどさ時間矛盾してるよね、パリパリ文化の割にはさ、時間にはきっちりしないんかいと思って。あーそうね、そこのちょっと矛盾は出てるけど、うん、まあ、30分1時間はまあ射程圏内というか、そうだ、ね、許容範囲として思ってくれって思ってるよね、韓国人側したら。でも早く来ることは多分ないと思うよ。ないね。やめろ、いやもっとないね、もっとカバーしろよ。ないね、韓国側じゃないのね。ないね、ないよね。うん、僕もね結構ルーズだったんだけど、うん、やっぱなんか人間って変わっていくじゃないですか、うん、だからちょっと時間にきっちりなっちゃったから、韓国人がちょっと遅れてきたりとかしたら結構言うかも、うん、なんて言うの、おい早く来い、うわ怖っ。いや言い方は直してください、うん、言い方を潰すぞ、いや消すぞ、消すっていうのを心の中で思ってますね。なるほど、いや言えよ。だったら言えダセーな心の中で思ってるやつけど、ちょっとね感性が変わってきたかな。あなるほどね。あとね、うんうん、あちょっと嫌われちゃったのかなと思った話していいですか。いいよ。なんか僕たちと韓国人でこの前ご飯行った時、そのお店が2階だったんですよね、うんうん、で2階行くには階段がなかったの、はい、でエレベーター乗ろうとして3人で乗って、僕が閉めるボタンをポチッと押したの、うん、いいですね。その瞬間韓国人が後ろから閉めるボタンを連打してきたわけ。一回外れましたね。ちょっとやばいと思って第三視野でやばいと思ってここに入れたんだけど、本当はこうやりたかったの。ほんとリアルに再現するなら、俺距離感バグってるからもう通り抜けてここ行っちゃったっていう。あのリアルに表現しなくていいですよ。まあリアルに表現したらマジで こうだね、こうやられてたね、やられてたね、こうやってやられてたんだけど、うん、それはどういう意味かって言ったら、はいはい、韓国人はまあ大体ではないんだけど、基本的にエレベーターの閉めるボタンを5回以上は連打するっていう、多いね、説が結構立証したんですよ、僕の中、うん、これは説あると思う、本当に論文出せるぐらいのそれぐらい本当に韓国人はなんか5回ぐらいパパパパって押してる。しかも押しても変わらない、うん、閉めるドアのスピード変わらない、ね、いやわかるけど、うん、僕は日本の方でそれは1回も見た時ないんで、あんまないかもしれないけど、うん、でもちょっとあるのは韓国のエレベーター閉まるの遅い。あ、まあちょっとそれはわかる結構遅いな。わかるわかる。だからこれ反応してんのかなっていうちょっとあの不安になる時があるから、僕も最近 2,3 回押しようとしてる。あちょっと完成してるな。だってほんとなかなか閉まんねんだもん、まあ、確かにね、うん、っていうところでちょっとなんか、うん、韓国人に嫌われちゃったのかな、うん、ちょっと嫌われてんのかなと思ったところですね。わかりますよ、それもわかるんですけども、うん、本当に韓国で嫌われてるなと思ったこと最後一つだけ言っていいですか。いいよ。俺多分マジで嫌われた。あ、マジ？マジなやつ。断言できるんだ。ぶっちゃけたやつ、うん、ご飯屋さん行くとさ、まあ、鶏皿って絶対もらうじゃないですか、うん、もちろんいろんな料理を置くからちょっと汚くなるじゃないですか、うん、で、普通にね2つ目の鶏皿もらうじゃないですか、うん、これ韓国だったら結構嫌われます。韓国はもう1つの鶏皿だけ、うん、もうこれで最後までやってけっていう、ね、あの圧あの圧ね。僕は何枚も変えちゃってたから、うん、すっごいその後ろでざわざわしたのよ、スタッフさんが。確かに。あれまた鶏皿もらってんのみたいな、うん、でもちょっとさ、うん、ちょっといいイタリアンとかだとさ、まあね、最初パスタ食べてカプレーゼ食べて、うん、ピザ食べてってちょっと皿がなんか味がつくのやつじゃん、まあね、甘いのだったりね、しょっぱいのとかね、うん、そうあるからね。だからちょっとその鶏皿文化っていうか、うん、一枚一枚でも日本だったら、ね、自然に出してくれるじゃん。まあ確かにね、変えてくれたりするんだけど、うん、もう韓国はもう一つだけ。まあ日本の方からしたらね、繊細か、ちょっと繊細だから、僕はどっちかって言ったら我慢できるタイプなの、うん、あ本当に。だからオガメは結構お皿とか買えるのを見た時あるから、うん、7枚ぐらいだから僕もあの気づかなかったのそれ。あんなざわざわして気づいたのよ。なるほどね、うん、日本だったら、うん、パスタ食べてからピザ行く時にちょっとやっぱり嫌だから。あ、そういうことね。サラダとか、あだから普通自然とね、あまず鶏皿来るじゃん、サラダと一緒に鶏皿来る。日本はピザと一緒に鶏皿、うん、確かに。だったらそっちも俺でも買いたいわ。でしょ、うん、でもなんかもう俺は自然に日本の感覚だよねこれも、うん、だからこれ鶏皿ください、鶏皿くださいって言ったら店長出てきて、ここそんな大問題ですか、どの客みたいな大問題になるぐらいでもちょっとそれぐらいちょっと僕は、うん、あこれはちょっと嫌われちゃったなっていう感じがしたね。確かにね、まあ、なんか僕も正直やっぱ日本の生活が長いから、うん、その鶏皿が出てくるのが当たり前と思っちゃってさ、うん、あそうだよね、ちょっと当たり前って当たり前じゃないんだなと思ったから、うん、鶏皿一枚一枚感謝しようと思います本当に。ここは韓国だからね、うん、もちろん韓国文化というか韓国にね適応して生活しなきゃいけないなってのを改めてね、そうだね、ちょっと感じたよね、うん、はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったためになったと思った方はいいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。僕たち年内チャンネル登録15万人目指してます。
今まさに目が合ってます。チャンネル登録してない方と。チャンネル登録時間かかりません、お金もかかります。お願いします。各 SNS 概要欄に貼っております。ぜひフォローの方お願いします。それでは次の動画までバイバイ。감사합니다. 완전 좋아.